どうもおはようからこんばんは、殿でござる。戦国姫セブン豊臣編、続きをやっていきましょう。分岐的には真田編か重要視編かと、まあ、前にあったんですけれども、一応やっているのは豊臣編なんで、まあ豊臣編になるのかな。でなぜか我々、王の春長を倒した後、なぜか山陰地方をそのまま攻略という流れになっておりまして、ちょっとよくわからないんですけれどもね。でイベントがありまして、お姉ちゃんってことは秀頼ちゃんかな、まさか寿命じゃなくて、まあ毒殺になるのかな。家康殿、昨今のあなたは少々精力的に働きすぎなのではないでしょうか。こっちもギスギスしてるよね。今後どういった流れで関ヶ原につながっていくんだろう。やっぱりあの金の事件とか、まあいろいろイチャモンとかあってね、いいように立ち回られて、結局はあの上杉討伐が始まって、三成が挙兵してってなるんでしょうね。私は秀吉様よりよろしくと願われた身、一切を惜しまず世のために尽くす所存にございます。よろしくの範疇超えているんじゃないんですか。いろいろ婚姻とか、このゲームにおいての婚姻がどうかわからないが、実際はあちこちに婚姻やって自分の派閥にどんどん引き入れていましたもんね。完全にこう舐められているような秀頼ちゃん。本来であれば私は伏見城に出すべきなのでしょう。しかし今は何かと大事続きです。この大阪、秀頼様のおそばにて励むことこそが世のためとなるはず。その思いにいささかの曇りもございません。そうかな自分の権力を主張したいがためにそばにいるようなもんですよね。もう江戸に帰ってって思うんだが遠ざけすぎてもなんか怪しまれそうですもんね。そういや同じ五大老で言ったら前田利家とかどうなんだ。秀吉が亡くなったってことは1598年で、もう1年経っているのかな。彼がいれば、いわゆる家康に対するブレーキ役としてね、その役目を担ってくれるんじゃないの。そうだね、見事に開拓したよね。秀頼様のお手を煩わせはいたしません。今は御身の健在に傾注してくださいませ。あの秀吉暗殺というのかな、まあ毒殺というのか、それに本当に家康が関わっているならば、こいつとんでもねえタヌキですよね知らぬところで天海さんがあれこれやってて、まあ棚からぼた餅みたいな形でこう立ち振る舞っているんだったらまだしもね黙ってろ、引っ込んでろ。そうは参りません。若輩かつ未熟ではありますが、この身は姉上の後継にして豊臣の頂点、しかと政務に臨まなくては。まことに立派な志、亡き秀吉様もさぞお喜びでしょう。秀頼様は日々威風を強めておいでです。
同じことを思っていたわ。いけシャーシャーと。まあお姉ちゃんは完全にじゃあ家康のことを信頼してたってことでしょうね。ちょっと半分ぐらいお姉ちゃん悪いような気がするな。まあそう命じておいてくれても、それもう堂々とあの人破ってますよね。そこまで堂々とやっているのにしょっぴくことはできないんですよね。いや実際においてもね、いろんな婚姻同盟とかやってはいたが、ダメって言われているのにやってしまってっていうのはやっぱりなんかよろしくないんじゃないのかな。いやけど結局秀吉が死んだことによって、他の大名たちもちょっとこうね、豊臣大丈夫かっていうなっているところに家康が付き入っているわけであって、完全にこう家康以外が豊臣に忠誠に誓っていたっていう状況ではなかったってことですよね。まあ一枚岩ではないか。あ、豊臣編で初めて出たな。なってことは99年。となれば石田三成襲撃事件も近そうだな。ううん、こんな時こそ弱気になっちゃダメ。強気に、そう、強気に行かなきゃ。いくらなんでも好き勝手しすぎって怒らなきゃ。たとえ家康殿が怒り返してきて戦になっちゃうのだとしても、昔武田家のやってた頃の家康と今の家康、本当全然違うな。このまま舐められ続けたら結局ニッチもサッチもいかなくなるんだもん。言う、私は言っちゃうから。お姉ちゃん、私に力を。言うから。うん、言うよ。3つ数えたら絶対言うし。もう心の中のセリフちょっと面白いな。ところで秀頼様、何か。いや完全に舐められてますよそれは。前田利長に謀反の兆しがございます。前田利長っちゅうと利家の長男であって、利家が亡くなった後一応は御大老を引き継いではいるんですよね。え？手段の詳細まではつかめておりませんが、大阪入りする私を何らかの方法により返するつもりであったようです。多分秀頼ちゃんは知らない情報だよな。そういうのでこうマウント取っていって、あたふたしているところを自分のいいように展開させていくんだろうな家康さんは。まあ、結局利長もね、あいつもまあ裏切る、まあ、それも裏切るかもしれない、謀反の兆しありっていうのもいわゆるなんだろうなんだろう噂程度であって、最終的には結局東軍の方に行ってね、浅井縄帝だったっけ、なんかその人丹羽家と戦っていたよね。豊臣政権の要の一人である私が亡き者となれば、国政にも支障が生じましょう。つまりは豊臣家に弓を引くも同義。いや別に金すごいあるから、別に家康さんなくてもあのなんとか回せれるよ政権は。利長はあの王の春長とつながりがあり、私の暗殺を共謀していた模様。さらにこの件には浅野長政まで関わっております。さらにさらに会津の上杉にも不穏な動きが見られます。ここは征伐軍を放つべきかと進言いたします。
そうなんだ。多分初めて出たから、多分グラフィックはモブだと思うな。おいおいおい、ひでおりちゃん、それ信じるのか？いや、多分単純にあの人は老衰だと思う。それなのに、いわゆる主力部隊は山陰の方にね、向かおうとしていますし。こういう時って、こう、秀頼と家康二人にするのはよろしくないよな。なんかこう、口出しできる立場の人、まあ、ご奉行でもいいから、まあ、大谷さんとか、まあ、三成でもいいわ。どうせ喧嘩するけど。なんか、いる人がいて、なんかこう、サポート、フォローする人が必要ですよね。秀頼様、何も難しく考える必要などございません。命じてくださればよいのです。真田信繁殿にそうしたように。また後日詳しく話を聞くこととしましょう。今日のところは下がりなさい。あら、ぶった切りましたね。かしこまりました。しかしあまりゆるりとしていては機を逃すことを忘れなきようお願い申し上げます。いや、ちょっと待って、まず山陰を攻めることに対するなんか理由ってある？みっちゃん、これって多分裏があるよね。征伐できれば、家康殿がすっごく有利になるんだから。結局イベントを進むんだったら、特に攻めずに内政のターンでもよかったと思いますよ。ああ、長政殿、年長殿、影勝殿。3人の有力者を一気に片付けられれば、家康の戦王にはさらに拍車がかかる。そもそも秀吉様は影勝殿を関東管領として扱っておられた。非公式ではあるがな。真田昌幸殿を通じ、上杉家には本音を語ってもらおう。というか、もし徳川に対し挙兵する気があるのならば、助成してもいいかもしれないな。あら、そっちに加勢するの？うまくいくかな。大阪と会津じゃ距離がありすぎるし、みっちゃんも影勝殿とそこまで親しくないでしょ。いや、影勝さんと親しい人って多分 そもそもそんなにいないと思うよ。影勝殿が秀吉様に心中の誓いを立てるために上洛した際、応対したのは私だぞ。時節の挨拶も続いている。いや、挨拶続いていてもあんま喋らないでしょ。夏は暑いねぐらいしか言わないでしょ。まあ逆に言えばその程度でしかないわけだが。それじゃあ気が揃わなくて強撃なんて難しいっていうか、まずは戦わないで済むように考えなきゃ。あ、上杉の方に助成するってことね。まあ要は歴史通り、五大老同士でこのまま争い出しちゃったらまた世の中がめちゃくちゃになっちゃうよ。そうだな、戦は控えるべきだ、可能な限りな。まあ力になりきれていないってところかな。
どういうこと豊臣家が一つにまとまりました？じゃあキャンセルされたってわけでもないよな。結局はここを攻めれるよね。どういうこと？一つにまとまりましたの意味がよくわからない。あ、なるほどね。あ、勢力図広まったね。豊臣家。そういうこと？機内において勢力が、いや、だが、どういうことだ？武将、いないよね。もともといた武将たちとドロップした武将たち？待て。情報で武将だ。控えの武将とかって、いないよね。一つにまとまってないよ。領地は確かにまとまった。けれどもね、人材がいない。いや、まあ、こっち方面は多分行かないとは思うにしても、じゃあここからなんか東と関わる？まあ、この辺は別の勢力としまして、ね、徳川家は関東にいるし、どうなるんだ？一つにまとまったはいいものの、武将の数は全く変わらない。じゃあドロップ急いだ方がいいな。捕獲してどんどん味方に加えて、今後果たしてどういった展開でどの勢力と戦うか。まあ多分この辺とかは戦わないかもしれないが、なんか意味があるんでしょうね、一つになりましたって。まあいいや。もう先のイベントはわからないから、とりあえずは内省しておこう。ああ、武将いないかなって思っていたら、近江あたりにね、小西行長とか、マスター長森とか、ガモーさんとか、あの辺とかはね、いました。いたんで、一旦兵を振り分けて、といっても、もともとそこそこ兵力はあったんですよ。まあ、そこから使えそうな人に一旦兵力を振り分けておいて、で、さらには、一旦美濃とか、あとは伊勢とか。で、一応ね、ここもあるんですが、なんかね、越前の方はね、行けないんですよ。一応、豊臣家にはなってはいるが、なんで、まあ、一旦他の場所に振り分けながら、ちょっと徴兵、まあ、できそうな場所に武将を置いて、なんとか防御も固めながら、軍備を増強していきたいと思います。でだ、一応攻めれるかつ、これの武将も、山名さんとか、助豊、なんでお前まだいるんだ、まあ、その辺とかを入手するために、とね、攻め込んでいこうと思います。経験値も欲しいしね。ただ相手の兵力もそこそこある。大将にすれば HP が上がる。もともと兵力が高いのは霧隠れ再造とか。じゃあ今回は正解誘導。私が大将ですか？ワクワクが止まりません。そのワクワクって殴られて気持ちいいとかそういう話ですよね。いつでも行けます。はいよ、始めたいわ。一旦牙をこうやって置いといて、で三成さんに、さあ参りましょうか。まあ質で言ったら全然こっちの方が上だからね。突っ込んだところでまあ問題はあるまい。機械も出すことはできるが、ならば突撃よ。押すぞ敵。こちらからも行かせてもらうぞ。前進してくるかな弓兵。打ちかかれ。おお、機械を出してきた。騎馬隊か。まずは一気に間合いを詰めさせてもらう。たぎりますね。もっと情け容赦な。いきます。殴られたりは気持ちいいのかな。ドカンと。敵さん、まだまだやんな。行くのじゃ。そんなに痛くはないな。打ちかかれ。とはいえ、槍に対して牙で突っ込むのはよろしくはないんで、まずは一部隊。さあ、い甘く見ないでもらえますか。やっぱりこう応援団長っていう感じがしますよね。たぎりますね。行きます。大将大丈夫かな。ドカンと敵さんに突っ込んだれよ。まずは一つ。行くの
じゃ。貝を出したとして気持ちいい弱気になるどうしようかな、騎馬隊前に来るかな、ちょっと鉄砲で様子見。放て。なんだダメージ引く。たぎりますね。さあ張り切っていきますよ。あ、引いた。誘っているのか。まだ敵の HP はそこそこある。でここで突っ込んでしまうとそこそこボコられてはしまうが、とはいえ味方のカバーもちゃんと入っていかないと。ドカンとできた。ほな、いったるで。死亡 20% 効果。打ちかかる。やっちゃうよ。これ重ね掛けできるのかな。下がりたいな押すぞ敵押した。行くのじゃ。行きます。さあさあ次は我らの番。参りまたぎりますね。しかしまあ硬いな。ドカンと敵さんに突っ込んだれよ。押すぞ敵を仕留めろ。行きます。たぎりますね。行くのじゃ。打ちかかれ。あの策で行く。合図を。死亡が上昇すれば回ってくる行動順も早くはなる。押すぞ敵を仕留めろ。で相手も下がっているんでこっちはどんどん攻撃できるわけだ。うちは強いね。良くなってきたような。ちょっと顔が嬉しそうですよ。たぎりますね。行くのじゃ。で騎馬隊は交代。行きます。突撃。まだまだいけるよ。余裕余裕。一応敵の大将を見つけたんでそこ攻撃すれば勝てるんですよ。せー。まあだとすれば無理に門の方を攻撃する必要もない。勝負どころだ。力を尽くせ。私を本気にさせたな。参りますわよ。けどこういう攻撃に加わっていれば経験値上昇とかもよりしやすくなったりするんだろうかな。さあ張り切っていきますよ。じゃあ突撃。突撃。でさらにこっちも。ドカンと敵さんに突っ込んだれよ。参りますわよ。三成さっきのターンで1個下げておいてもよかったな。さらに援護射撃もあってどんどん敵を追い込んでいく。しかしまあ山名家助豊とかいるのになんで吉岡さんが牛耳っているんだ。城をこれでもかって叩けば出てきてくれ。突撃。いや多分大将叩けば終わります。じゃあ遠目はイサニュード。ドカンと敵さんに突っ込んだれよ。よし敵は全滅。これが豊臣家の力だ。まだ敵いるのね。じゃあ今回はユリ釜之助に任せよう。私が大将？まあ、早く始めようぜ。とりあえず突っ込んでってボコりたいんで。もうすぐ始まる。では行くとしよう。では行くとしよう。
やけどどうせなんか城に引きそうだ。天候無効とかあったらまだ助かるんだかな。射程だけじゃなくてね、雨でも撃てるみたいな。お、引かないか。派手に行きますよ。いや、あのごめん、鉄砲撃てない。けどこのターンで攻撃しちゃうと引いちゃうからな。釜の助はちゃんと待ったができるいい子ですよ。行くでござる。いいぜ、お互い楽しもうじゃねえか。完全弱い者いじめになっているような気が。噛むぜ。いや、だがとどめは真田信繁。総員奮闘せよ。イベントは続かないか。あとはこの末を落とした後、鳥取の方に攻め込むか。武将自体も結構増えては来てはいるんですよね。今のところ33人だったっけ。で、まあ主力は今現在田島に布陣してて、で、あとは北尾道とかに内藤一門とか、まあ旗の家かの面々とか赤井直政もいるし、で、あとはこの辺の近江のやつら脇坂さんとか小川さんとかで、五奉行の増田長盛で夏霞正家とか、あとは片桐勝元は見た目モブなんで、まあ、今回のイベントには関わらないってことで、で小西行長もモブで七本槍で、暇そうな平野さんは現在南近江にいる。あとは徴兵とかもして、控えの武将がもうちょいやっぱり欲しいな。今33人で吉岡家もどこまで、加えることはできない、加えることができるかわからないが、40人ぐらいになったとしてもカバー難しいかもしれんな。平野さんね、なんか初期兵力高いんですよ、なんでか。くっつきもとつな、そう、統率しかないんだ。18でもあるとは言えないな。こっちは900人。700人か。あ、大谷義継な。で、あとは伊勢。伊勢2600人いけるんだ。小川さんやだな、なんか関ヶ原で裏切りすなんか兵力与えるのもな。脇坂の方にしよう。小川とか赤座とかあの辺いたらちょっと心配なんだよな。まあ無理に振り分けないっていう手もありますよ。けど7万2000もあったらやっぱりちょっと強気にこういうのがなんか裏切って敵につくと、その持っている兵力そのまんまで敵に下ってしまうんで危ないっちゃ危ないんですよ。こっちのみんな大丈夫？よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。次はなんかイベントがあったら撮っていこうかな。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。